サヤが邪魔くせんだよな。刀剣乱舞。今初めて聞いた。ああ、サヤが邪魔だなってここで言ってたんだね。ギネ。今度こそは出番かな。ごめんごめんごめん。最近使ってないねギネ。ごめん。大好きだよ。もう担当が終わったようだぞ。まあそんなん言うて今日も使わないんですけどね。はい、次の住処大隊長、次の住処です。あのですね、トーラブ実況極めっていうタイトルで、はい、タイトルっていうか、まあ、こんな感じなんですけどね、全然君のは実況プレイ動画じゃないよと言われたら、はい、そう、おっしゃる通りですという、どちらかというと、いわゆるネットを使ったラジオとかに近い、配信をさせていただいてるわけですが、トーラブ、刀剣乱舞というゲームをしながらね、ちょっと刀ラブ実況っていう、タイトルで、90本ぐらいやったんですね。で100本を過ぎたらそのね、ニコニコで言うたらシリーズとか、チャンネル、YouTube で言ったら、リスト、チャンネルリスト、再生リストが100本超えるとちょっと厳しいなと思いまして、まあ残しておく必要もないかなとも思うんですけど、この私の動画は。ただ、このゲーム大好きで、こういうゲームがあったんだということを後世に残したいと、まあ私の声が邪魔なんですけどね、日記的というか、日々刀剣乱舞でゲームをしていて起こることを記録していきたいと言ってやってますんで、残してるんですけども、そのシリーズとかリストが膨大な量になってしまうので、100本単位ぐらいでこうちょっとずつタイトルを変えていこうかなと思ってたんです。はい。でなんでね、今刀ラブ実況極めで110本超えたっちゃったんですよね。なんでそろそろまあ名前変えようかなというのに差し替わってます。ひょっとしたらこれが名前変わるかもしれません。ここから新しいチャンネル、再生リストなり、ニコニコのシリーズなりになるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとご了承ください。はい、前のやつ見たいなと思ったらね、リストやシリーズから見たいなと思ったらそのちゃんと変えときますんで、はい、そこから見ていただければ幸いです。でね、まあとりあえず今日はさ、ちょっとタガが外れるぐらい、闘争がやられて作りまくってるせいでですね、波の闘争がいっぱいできてしまったんで、サーチ砲オーデンタへ行こうと思います。はい、ちょっとオーデンタ探しに行くんで、ヒゲ切り、ズオ、大栗から、戦後、堀川、泉の神でちょっと一周行ってみましょうか。どんくらい減るかな。闘争を溶かしてしまえばいいと思うんですがね、だったらちょっとオーデンタ探しながら使った方がいいかなと。ああ、言うの忘れた。サーチフォーオーデンタ、遠鏡の記憶、江戸城下にまれに現れると言われる幻の刀剣男子オーデンタを探しに行く、行軍でございます。久々なんで下回ってないや。主の長宝、ヒゲ切りなり。この舞台は、
たちが、ヒゲキリが一人いるんですが、基本二頭海岸を狙った脇差しと内刀で攻めていく部隊でございます。はい、二等海岸、運の要素強いからね。あのだったら大太刀なり薙刀使った方がって思うんですけど、大太刀かな。大太刀が強いもんね、複数攻撃できて。おいおい、やばいやばい、カネさんばっかり。そりゃレベルがちょっと高いもんな。頑張れ大栗から。戦は力任せじゃ勝てないよ。そうね、だから100、200本ぐらい全部でやっぱほんと作ってるんだね、始めてから。ニコニコの方は最初の頃ね、残してない、残ってないっていうか、ニコニコに上げてなかったんですよね。一番最初の、ニコニコに上げたのっていつぐらいかな。池田屋ぐらい。いや、んなことない、もうちょっと前からやってるはず。俺の活躍様になってたろ、ニコニコの方。あの最初 YouTube でやって、 YouTube にパパパーンって、本当にね、喋ること何も考えず、ただの本当にプレイ動画に近い状態し、まあ喋ってんな。にしては俺やっぱおしゃべりだから喋ってるわ。喋ってる。うん。けど、こんなに視聴者の皆さんを意識して今みたいに喋ってなくて、まあ本当に垂れ流し動画。まあ今も垂れ流しなんですけどね。すいません、はい、ちょっとでもね、ちょっとでもこう気の利いたこと言おうかなと、うん、気の利いた、ちょみんなの耳障りのいいことをね、言っていこうと思ってるんですけどね。耳障りのいいことは一切言ってないね。言ってないな。もっとこう愛される人間にならないといけないな、うん、でかといってそれを思ったとして偽ってもね、自分をね、うん。あれなんでね、まあ雑談でいこうかなとこれからも思っております。はい、ね、皆さんそろそろで見に来られたってことは、皆さん見に来られたってことは、そろそろね、そろそろ拡充計画の集会疲れてきたってことですよね。そう思ってね、オーデンタを今オーデンタを今ってまあオーデンタは出ないんですけどね今回も出なかったか。オーデンタはボス戦は出ないんです。はい、江戸城下の通常マスで、A か S が出た時に、新しい刀剣男子を発見しましたが、出る可能性があるんで、その時に巷の噂では 0.3%、3% ならまだね、 3% ならもう俺十分、うん、出せてるぐらいの数戦ってるんだけどね。 0.3 だとまだその回数だって1000回やって3回でしょ。1000回も新しい刀剣男士を発見しましたの画面に行ってないと思うな。B とか C だと出ないからね、間違いなく。すみません、こっちにカネさん。よっしゃ、ちょっと消してみますね。だいぶ虫食いになっていきましたな。よっしゃ、縦辺1個つけてる。まあいいや、 OK。 はい、舞台がちゃんと揃ってました。さあ、戦力拡充計画の
町内じゃあ行きましょう。皆さんももうだいぶやられてきてるんじゃないでしょうかね。本当にね、早い人はもう長男80周行ったかな、行ってるだろうな早い人はな。私今やっと44回、はい、縁起悪いなこの数字、おい44回でございます、はい、舞台5、こちらですね、今笹抜き桑名号と、無骨が今特のレベル94、97、95、この3人をとりあえずはレベル99にしたいで、下の3人は極めでございます。剣心どうだぬきはあの2倍キャンペーンなんで入れてます、はい、で、どうしても打ち漏らすんでワンターンキルを狙うために最後蛍丸でガキンと言ってもらおうと思っております。はい、1ターンで倒せたらねだいぶ違うんで、なぜ強いんで2ターン目入るとあまりよろしくないで得の子が多いとやっぱりね打ち漏らしますよね。なんでこの間まで得を4人極めを2人堂田抜きと剣心だけ入れてあとは得で行ってたんですけど、どうしても打ち漏らして2ターン目になっちゃうんで徳の子を1人減らして蛍を入れました。2ターン目いったね僕が一番、いや剣心の前に蛍でとどめさせてもらいたいんだけど、蛍の方が早いか徳の子たちより、軌道そんな変わらんか。テイクオフ。みんな笹抜き好きでしょ。大好き。俺大好き。若い頃にサーフィンとかやっときたかったな。働いてばっかの人生でしたよ。働いてばっかの人生、出世もせず50になって今や病気治療とゲーム三昧。いや今も働いてるゲーム三昧っていうほどやってないですね。ちょっと私の世代の人よりもちょっと上のね、上の人たち、バブルで遊び回ってた人たちのあの勘違いが甚だしくてさ、今の若者が車も持たないしね、いやスキーとかサーフィンも あのまあやってる人やってるよ、やってる人やってる。でも僕らが若い頃のさ、スノボとか、夏になったら海行って、冬になったらウィンタースポーツして、それ自分の車でね、うん、学生が買えたんですよ車を。みんな乗ってましたよ。私は持ってませんでしたけどね。私ぐらいまでのいわゆる平成の不況と言われるぐらいの初めのぐらいまでは、はい、乗ってたっすよね先輩たち。なんで俺らぐらいの世代からみんな貧乏になっちゃったんだろうね。で そのぐらいの世代のね、もう俺私らよりちょっと上の世代の人たちが今の若者を見て、その車に乗らなかったりするのがね、そのゲームのせいだっていう人がいるんですよマジで。これを見てる人たちはそんなの信じられないと思うんですけど、ゲームばっかりしてて車が買えないし、でお給料、お金がない、お金がないって言ってるのはゲームやってるせいだっていう大人がいるんですよ。怖いでしょ。違うよ、
給料が低いからみんな車買えないし出かけらんないから家でゲームしてんだっつってんでって言ってくれるね人がねいないのかなっていうか、なんでわからないのかなってね。ねえ、勘違いも甚だしいよね。まあでも確かに外に出なくても、あの家にいていろんなことができるようにはなりましたね。それは確かにそうだと思う。でもなんだ、あのもうちょっと上の世代の人たちが誤解してる、そのゲームにお金つぎ込んでるとかね、そのせいで車が買えないとか、そのせいで貧乏っていうのはちょっと間違いだよね。なんせ日本は世界で一番、この40年間でお給料の上がっていない国ですからね。さあ、そんな社会派な話をね久々にしてしまいましたけどねこの3人はね、今のとこのこの3人はもうレベル90後半まで来てるから無事なんですけど、この子たちが99になって次入ってくる子がねレベル90かな、91か90かになっちゃうんですよ。でそうするとね、最初ね結構ポコスカやられて長男でボス戦まで行けないっていうことがねたびたび起こる。笹抜きも最初、91で入ってきたのかな、その前一文字がレベル99になったんで、部隊を卒業して、はい、遠征部隊組の方に回っていただきましてね、で笹抜きを90でこの部隊に入れて、今やった時はねひどかったな。いや出ちゃった。ちょっと待って、これボス戦違うよね。え、どっちだったっけ。一応見てるんですよ。一応見てるんですよ。こんな見てなさそうね、全然関係ない話をしてそうで、実はちゃんと見てるんですよ。山伏。ボス戦でした。45回継続はしないて入れ中傷になったらすぐ直せ。だから次の戦も連れてくよ。こう見るとやっぱ担当は資材いらないんだよね。必要な次第、明らか少ないよね。ほらだってこの継承で内刀これだもん。太刀もこうでしょ。まあどれくらいやられてるかによるんだろうけど、105だよ全部。そりゃみんな担当使うよね。俺も使い切ったら担当使うんだ。あの使い切ったじゃん、育て切ったらあどうかな、俺重いの好きだからな。私ね重いのばっかなんですよ。岩通しとかひげ切りひざ丸ホタル、いざ出陣。うわやばい回復するかな。これでも食らってるってことだよねきっとね。この辺が下がってきちゃったな。まあいや、今回に関しては団子を使うことも厭わない。何やったらこの間あの DMM のプレミアムに入ったんで550ポイントあるんですよ。あの夏目友人帳見たくてね、DMM プレミアムに入ったんです。 DMM TV で、そしたらあの DMM ポイントがもらえたんで無骨しよった。無骨だった何やろう、体調にしたらさうるささ 1.5 倍な気がするの、なんでやろう
50% 増量みたいな。ちょっとこの集会ね、この一周ちょっとあの皆さん耳我慢してくださいね。あの無骨よりおめえの方がうるせえよって思ってくれてた方がありがたいかな。無骨は悪くないので無骨に罪はないのでそうでしょ、無骨に罪はないよ、うん、そうそう、 お前のしゃべりうるせえって俺が言われたらあすいませんってか思うけど、無骨は悪くないからね、無骨は悪くないから。この動画がうるさいのは俺のせいだと、無骨は悪くないとなんで俺こんな無骨かばってんだ。無骨一変解放。無骨はまだ慣れんな、無骨はまだ慣れん。笹抜きのね、笹抜きのテイクオフやキヤーとか、あとうるよく叫び系だって言われてるヒゲ切りとか、どうなる気もうるさいっていう方にカウントされてたりするけど、他の子はもう全然うるさいとは思わないんだけどね、うるさいとは、無骨はね、笑っちゃうんだよな、なんか知らんけど。なんやろね。無骨一変解放。だいぶね、投稿のペースは落ち着いてきて、今ね、前みたいに本当に週に、5本とか上げてたんですよ。刀剣乱舞の実況を上げてた時があったぐらい、それちょっと多い時だけどね、多い時だけど、さすがにそんなペースじゃなくて今2本か、まあ1本だったりね、忙しかったら1本とかのペースなんだけど、それでも続いてるんで、このまま続けてはいきたいなと。ね、でもな、1年半で200本、500日で、500日か、500日ぐらいで200本か。3日に1本ぐらいは上げてたペース。あ、週2回ですね、やっぱね。週1か週2では更新するんだろうな。あのちょっとなんというか、まあ一方通行の配信ですけどね、ライブじゃないので私は。けどまあ私にとっては大切な時間です。あ、お出た、かっこいいすいません、下げるよって。あ、よかった、見せれたね、見れた、記録できたね、桑名の神経質さ。あざといよね、目が見えるだけなんだけど、ずっとメガネでさ、素顔が見れなかった桑名の顔がね、神経質さになったら目が見えて、メガネの向こうに素顔がわかるってだけなんだけどさ、うわー、あのこの間この舞台になってから一回見たんですよ。で、思わずね、惚れそうになったわ。かっこいいって思っちゃった。あざといことしよんなと思いながら。いつもメガネ光ってて、素顔見えないじゃない。いやぁ、ちょっと、でも、悲壮な顔してんな。かわいそうだな。すいません、ちょっと叫んでしまってね。46回、はい、帰りましょう、帰りましょう、帰りましょう。はい、というわけで、今回はですね、戦力拡充計画が今長男が45週6週で、次から次へと刀剣男子を鍛えていってますよという、そういうお話でございました。あ、ちなみにパッと見ました。その前、今回99にした子たちは小ガラスもなりました。はい、一文字、ねねきり丸、
長義、あ、すっげえな、1,2,3,4,5 もういい。で、一文字6人、肥前7人、松井後8人、石田は前からなってた、太鼓9人、この辺もなってた、トンボ切りもなってた、シナノなってた、シナノもなってたかな、ここまでか、9人、もう9人99人してますわ。でこっから今桑名向津笹抜きがいまして、その人がそうですね、稲葉村久保姫鶴、この辺からサミダレから80代か、80代を長男厳しいかもしれんけど、まあとにかくやれるだけやってみますね。はい、目標はどこまでだ、ここまで79の千金丸まで、はい、79の千金丸までを99にしたいと思います。あと約1週間、無理かなちょっと難しくなってきた、ちょっと難しくなってきましたよ。はい、てな感じで、あとはそうですね、動画のタイトルが変わるかもしれないっていう感じで、そういう回でございました。はい、てな感じで今日はこれぐらいで失礼させていただこうかと思います。はい、またお時間ありましたら遊びに来てください。ついのすみかでした。タララ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 ラ